喉はずっとなんか弱いから元がちょっとのことですぐイガイガしちゃうの。それは喉の酷使だったりとか、まあ気温の上げ下げ、アップダウン、そうとか、まあ、あとはまあそう環境の変化とか、まあちょっと睡眠不足とか、まあ疲れとか、まあ精神面とか、まあ本当に私よく胃に出る人もいればさ、私は喉に出るの、何でも。そうで、なんか毎日喉を様子見ながら、まあ蜂蜜とかは絶対だから朝と夜と飲むし、舐めるし、そう。でさ、風邪ひいたらさ、学生の時なんか「いっしょー」みたいな、熱出た、学校休み、はい、ゲームゲームみたいな感じだったじゃん。一日ゲームやったん単語じゃん。そう、やっぱ、これ大人になったから体力落ちてんのもあんのかな。私学校の時熱出た時もううひょひょいだったもん。そう、そう、大人になってからの風邪ってきついね。やっぱ子供ってすごいわ。あ、そうだ、30過ぎて体力ガタ落ち。そう、そんなこと言うなって。そうで、明確な数字やめよ。明確な数字別にいいじゃん。大人で濁しとこよ。ね。